岩手に生まれ銀河を泳ぐマジカルカッパちゃんでやんす。今日はパンシリーズいきまーす。最近ねパンシリーズ多くないと思ってる方多いと思うんですけれども、いやパンにハマってきた。めっちゃ銀河から盛岡にピュンと飛んでくることが多いんで、盛岡のパン屋さんをね探しております。今日はこちらのレジュイールさんのパンをゲットしてきました。ゲットしたてほやほやはぁ、ちょっとカッパ自分でも何言ってるのかたまにね分かんなくなる時がある。ここねずっと行ってみたかったんですよ、カッパ実は一回も行ったことないのだからね、ちょっと買ってきました。2つゲットしました。1つ目のパンは岩手の小麦粉雪力を使って作られたミルクフランスです。いただきます。フランスパンっていうことを忘れてて、あの硬いだったと思って、あの食べる分量間違えたんですけど、パンがめっちゃ美味しい。ミルククリームも甘すぎないからすっごい食べやすくてパク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 食べれちゃいます。もう一個はこれはくるみとイチジクのパンです。これはねあのこう1本で売ってたんですけど、あの店員さんが優しくてあの切ったものとね交換してくれました。こんな感じ。イチジクやばいやばいやばい、くるみもやばいやばい、ゴロッゴロに入ってます。ゴロッゴロに、いただきます。イチジクのこのプチプチ感もすごい美味しいし、でくるみがめっちゃ香ばしい、すっごい美味しい。くるみとイチジクってねすっごい合うなって、初めて食べました、くるみとイチジクが一緒になってるパンを。この周りはすっごいカリカリしてて、中がすっごいねしっとりもちもちのパンでめっちゃ美味しい。絶対バターとかさ塗って焼いて食べたら絶対美味しいと思う。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ございますございます。